全然話変わるんですけど、うん、お金良かったですか？そんなん俺水戸1年目なんて年俸180万円。あ、そうですね、うん、水戸にね公開しても、あ、別に言うですよ。やばいやばい、貴重。1年目月15万で、2年目、18万、はい、3年目20万で、4年目30万。4年目でちょっとバッと上がった。そうで、マリノス移籍して、うん、最初700万ぐらいかな。ああ、はい、でも1年契約で、あとはそこからもうほぼ倍々に増えてて、7年いたから、まあ倍々計算してえでも700万で、次の年に1400万とか、次に2800万えマジっすか。で、まあいろいろね、税金も引かれるし、で、まああと勝利給プラス勝利給か、6000いかないぐらい、うん、でも逆に言うとそこからもう本当に落ちていったから。ああ、はいはい、夢あるな。